グチャンネル。さあ、Key in the Basement。はい、どうもアグです。ということで今回はこちらのコースやっていこうかなと。タイトル的に鍵がベースメント。ベースメント、ベースメントってなんだ。なんか底みたいな意味かな。にあると。だからここの鍵を取ってくるみたいなコースかな。入れないよね。OK。ドックンドックン言ってるわ。あ、鍵あるけど、あれはさすがに届かないかな。ああ、無理だ。うおおあああああああすごいすごい、なんか目がおかしくなりそう。え、あ、なるほど、これは楽しそうなコースだな。だから登っていくわけか。まずは左か、左行って、あ、オンファールね。これ行っても大丈夫？オッケーオッケー。で登る。あーあああ暴れとる暴れとる。まあでもそんな難しくはなそうよ。いしょ。なんかさ、あれを思い出すな。ポゴとかさ、あのツボートとか、あのジャンプキングとか、この上に上にね登ってくるイライラゲーム。ちょっとね、ジャンプキング知ってます？皆さん最近買ったんでね、ちょっと配信でやろうかなと思ってて。これは下か。なんかああいう、なんかマリオもそうだけどさ、まあ、シンプルなゲームってさ本当にさ、まあむずいというか奥深いよね。なんかテクニック誰でもできるからこそ、なんだろう、逆にむずいみたいな。よいしょ。あー、まさにこんな感じ。まさにこういうね。あ、いけちゃってる。よいしょ。オッケー。なんかサクサクいけてるね。まあ、そんな難しくないか。オッケー。これは？あ、上か。オッケー。ちょくちょくあるこの植物が邪魔してくるな。で？あ、上か。あ、なるほどね。で、あ、戻っていいのか。戻って、切り替えて大ジャンプだ。はあ、危ない、危ない。危ない。ちょっと、ぶつけるかもとは思ってたけど。オッケー。オッケー、オッケー。よいしょ。で、ここは、軽め。オッケー。うわ、危ねえ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 。怖っ。あ、で、右か。よいしょ。うわわやばいやばいやばい、バタついてる。オッケー。ちょっと狭くないですか、ここ。オッケー。で、オッケー。これ下、やばい、時間ないか。下行ってバネか、バネを持って、よいしょよいしょ、オッケー、よいしょ。で、でだ。あ、これ右行った方がいいな。右行って多分キノコでしょ。いや、ありがてー、ゲットして。危な、よしよしよし。ああ、ああ、あそこ、ああ、危ない危ない危ないよ。はあ、一回ステイしよう。一回しっかりステイして、よし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 。で、オッケー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 。ナイス。うん、怖かった。はあ、よし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 。オッケー。いや、でもいいね。こういうアスレチックコース好きだわ。もう終わった気持ちでいるけど。あ、よかった、ゴールだ。はぁ、ナイス。楽しかった。いいね、このコース。ジャンプしたくない猫。はい、ということで、あ、地面から離れたらアウトなんだ。ということは、あ、猫マリオだから、これはセーフ？あ、あはぁ、これダメか。
ふむ。でもこれ登るのは当たってるよね。登ってで、どこが正解だ。あ、ダメなんだ今の。登るのは正しいとして、だからこの雲の状態で、あー、ダメなの。あ、そうなっちゃうんだ。あ、分かった分かった。だからこうで、下行ってこうってことか。はあ、やり直そう。はい、ということで登るのがダメだから、でも下がるのはできるよね。だから今捕まって、で下に下がろう。ほうほう。ダメなの今の。あ、だからまず捕まってみるね。でここ下がればいいんじゃない、ここ、こんな感じで。お、いけてるいけてる。で下がって土管入るでしょ。でここを登って、で横行く。で、あ、上がってくれるんだ。あ、で待て、オッケー。で雲伝って、うわー怖え。行っちゃって、これステイできるよね。オッケーオッケーオッケー、ステイできてる。落ちる、ダッシュダッシュダッシュ。で、で、あ、でオンオフか。あ、なるほどなるほど、これ取れるんだ。いいね、面白このコース。で、どっちが正しい、右かこれ。右かな、右行ってみるか。これがどういう動きするのかわからん。まず乗るでしょ。でこっち行って、ここ下ろされる。で登る。あ、音符かな、もしかして音符か、音符か。待って、遠かった今。で切り替えることによって動くのか、もしかして。あ、動く動く。あー、どうすんが。あ、ありがとう。だからこれで左渡れるようになったんだ。怖っこの場所。で大丈夫だよね。オッケーオッケーオッケー。で入れる。入って、あ、入って一回リセットするんだ。一回足場リセットして、これは大丈夫。あ、大丈夫っぽい。大丈夫？あ、ここの登る。オッケー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 。面白このコース。作ったやつ天才かこれ。面白すぎるんだけど。面白。何回言うねん。面白。パックフラワー輸送ゲーム。離れてみてスタートだね。これね、結構ね、前別の動画とかでも結構コメントでね、この文字こうだよとか当たり前のね、読めることをね、ありがたいんですよ、ご指摘いただいてるんですけど、理由があって、画面がでかすぎて、近すぎて逆に見えない、読めないみたいな。もう集合体をうまくこう使って文字書いてるじゃないですか。それがね、近すぎてね、逆に読めないっていうのがあるんで、ちょっとね離れてね、こう結構1メートル以上画面から離して、あ、なるほどねっていうのをね確認しましたと。さあ、パックフラワー輸送ゲームってことで、あー、なるほど、そういうことね。あ、ちょっとさ、いかんせんさ、パックフラワーをどこに持ってったらいいのかわからなくて、タイミングを見ればいいってことだよね。ここ水の中かな、これでいい？あ、これじゃダメ。だから今打った途中ぐらいで、ここぐらいでも切り替えて、で頭打ちと。オッケー。なるほどね、ようやくわかった。で次が、なるほど、
こーで、でこーでもいっちゃう。大丈夫か？オッケー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 、いいね。さあ次は、危ない、これ一発勝負じゃない？よく見よう。交差するから、難しいなこれ、タイミング。ここぐらいかな。あ、いいねいいね。あー、おっしゃ、よかった。オッケー、ナイス。あとこれはファイヤー読めばいいだけ。これむずくね？ボー、いやー、パックーン。オッケー、ナイス。中間欲しいよ、ありがとう。セーブ。さてと、おっと、これはちょっと難しくなったか。そうでもない、そうでもないね。慣れてきた。結構ね、あの3つ目の面でさ死んだからさ、結構ねやり直してきて、その中で結構学びました。何回結構言うんだろう。 OK、 学んでないかもしれないね。よし、戻ってきた。だから一回、押して、もう一回押して、左のところでパックン、中央のこのオンオフの右上のところでパックンを待機させないとダメなんだ。ここ、あー、危ね。あー、もう押しすぎー。でここで待機させて、ゴーゴーゴー。むずくねえか、タイミングわからんぞ。ゴー、待て待て待て、ここ、オッケー、完璧。おっしゃー、ジジー。ふう、意外と難しかった。いや、面白かった、いいコース。Find the difference。 ちょっと待ってね。なんて書いてある、これは。なんて書いてあるんだこれは。待って、読めねー。待って、だって F でしょ、で I、 あ、 N か、 N をこの棒で表してるのね。 Finder ね。 OKOKOK OKOK、 行きましょう。はい、間違いか探しのコースということで、まず1問目、これは？マジでわかんねえな。待って待って待って、これさ、仮にさ、なんだろう、ここさ、橋？ここちょっとさ、ブロックないでしょ？わかるよ、合ってるよね。言ってること合ってるよね。枠がないでしょ？ここがさ、差分だとしたら、このクイズめちゃくちゃむずいよ。キノコの速度とかも一緒か？いや、違うな、これ。左さ、キノコの速度ちょっと違くね？なんか、速くない？左のキノコ。速いよね。これか。あ、当たってる。あ、やっぱりほら、キノコの速度だ。さあ2問目、まあ、何が間違えてんだろうこれ。結構難易度高くねえか。結構真剣に見てるけど、どれかわからんぞこれは。あ、待って、わかったわかったわかった。もしわかったという方いたらコメントください。これだね。オッケー。
コインね、隠されてた。これよくあるやつだね。動くものの後ろにコインを隠すってやつ。さあ3問目、これはどうだ。はい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 、ん、ん、ん、あー、わかったわかったわかった。これもね、これ結構ね簡単だったかも。一応ここで見とこう。これね、何が間違えてるか、ま、何がこの中で一つだけ違うやつがあるんだよね。何が違うかわかりますかね。もし分かったという方がいたら、まあこの動画見てる人はね、そもそも答え分かるわけだけど、これ真ん中ですね。これ真ん中だけさ、でかいの飛んできてるよね。ほら、やっぱり。ナイス？さあ、次の問題。これは？ん？なんか、すごいな。何が違う？なんか動きすぎてて何が違うかどうかわからん。わかんないな。まずさ、動きは全部一緒に見えるんだよ。数も一緒に見える。挙動もなんかこう俯瞰して見てたら全部一緒に見えるんだけどな。むず。注目する。あ、わかった。いや、これね、いや、これは、これ何な、何なのこの違い。あ、なるほど、ここに枠があったのか。わかんねえ、むず。いやね、これまでね、結構な数こういう間違い探しのコースやってきたわけなんですけど、このコースさ、全部の問題いいわ。難しくて全部いい。これは、そしてこの問題ですが、まあ、パッと見、まずサンボかな、飛んでるサンボの違いはない。まずね、ないね。で、ブラックパックに違いがあるわ。これ左だ。揺れとらんわこいつ。ほら、なんかこっち揺れてるんだよね。で、こっちのブラックパックは揺れてないと。いや、これぐらい難しくないとね。さあ、いや、本当にこの間違い探しのコース最高傑作だな。誰のとは言わん、誰のとは言わんよ。さて、この問題は、ん？ん？ ん？ いや、マジでサイゼリアのサイゼリアの間違い探しより難しくないか、これ。大丈夫か？あ、あ、わかったわかったわかった。じゃあ正解はここだー。やっぱりこれちょっと、ほら、わかる？これね、パックフラワーと重なって見づらかったんだけど、ちょっと違うかったのよ、真ん中だけ。さあ、次の問題。いいね。あ、これイギーが向き変えちゃうんだ。まあいいか。なんとなくさ、イギーとノコノコが移動してるから、その裏に何か隠されてて、それが違うっていうのが、まあありがちな問題かなと思うんだけど、今のところそれは見受けられないな。ノコノコの裏、イギーの裏を見てるんだけど、あー、なるほど、これは簡単か。これは簡単だね。まあでも、やる、よくやるね。間違い探しよくやる。この向きが逆っていうね、レールの。
オッケー、レベルアップ。え、まだレベルアップすんの？やばいな、やばいな、このコース面白いな。あ、なんか今、え、動き違うかったよね。違う。待って、左だ、これ違うわ動き。ちょっと、も、え、戻らせて。いや、あ、そうか、右が違うのか。タイムアップか。いや、でも夢中でさ遊ぶってそういうことだよね。タイムアップ気づかなかったもん。これ右だね。右が、ほら、向き逆だね。いや、違うんか、真ん中か。あー、だから俺さ、左と真ん中を比べて、で、左が違うわってなって、次さ、左と、ま、右と真ん中を比べて、右が違うわってなって上がったのか。いや、でも、これはね、よく見ててもわからん。よく見てても、なんか、おかしくなる、頭が。ちょっと分かってもらいたいから、もう一回見せるわ。まずさ、右と左。ああ、跳ね返りの向きが違うっていうのは分かるね。何回かに1回跳ね返る方向が違うんだ。全部違うわけじゃないんだっていうのを見た上で、右と真ん中ね、あ、違うねって。違うこと分かるんだけど、どっちが正解でって、右と左をちゃんとあれか、比較すればよかったのか。さあ、高位難易度、これはなんか、花ちゃんが楽しげに左右に首振ってんの分かるけど、こうなってしまったらもう分からない。もしかして何かヒントをください。ん？分かっ、うわ、こりゃずりーわ。そういうの出しちゃう？いや、え、こ、ま、待って、このキノコのこと言ってる？この枠外に出てるこのキノコのこと言ってる？この、見てわかる？このマリオのさ、今右側にあるこのキノコのこと言ってる？もしかして。そらずるいわ、そらわからんわ。せめて枠の中だけにしてほしいね。ということで次の問題、どれが違うか、どこに間違いがあるかだよね。パッと見は何も間違いはなさそうには見えるね。なんかあれかな、キノコがファイヤーフラワーの前を通ってるか後ろを通ってるかとか。いや、マジじゃ、あ、え、なんか、え、いや、みんな前通ってるよね、後ろ通ってないよね。イッキアップキノコはなんか待って、なんかさ、このさ、でかいキノコがさ、曲に合わせて踊ってるように見えて、ちょっと笑っちゃった。間違いは気づかないけど、そういうしょうもないことには気づいていくっていうね。ワンチャンかけていい？違うんかい！違ったー。これ答えはさ、ここなんだよね。でもうちょっと分かんないから見ちゃうか。は？いや、ずーりー、マジで。それはずるい。一応見とく？見てこれ。ねえ。
この背景、ここのこっち背景ある、あるない、だから枠外で問題出すのやめろって。それはまあそれは分からんわ、ずるいって。ということでジジイ、いやにしてもね、枠外に間違いを作ったっていうのはまあちょっといまいちだったかもしれないけど、にしても全部問題良かったよこれ。マジで良かったこのコース。いやめっちゃ楽しめたわジジイ。